道具。体は心の道具。心は魂の道具。道具は未知の完成のための備わりもの。心は魂の大切な道具。体は心の大切な道具。道具というのは意味深長な字だと思います。道の備わりものと読みますと、この身と心は私たちの修行にとっての必要不可欠なものですね。例えば、体がなければ座禅をするといっても、瞑想、座法をとるといっても、それはできないですね。しかし、その体、内山老子の表現で言いますと、骨組みと筋肉も、脳脊髄という中枢神経と、そこから出ている末梢神経、つまり神経系統を心というならば、心がなければ、体は何の役にも立たないわけです。ですから、日常生活をするにしても、座禅、瞑想をするにしても、体と心、心身、どちらもないと困るわけですね。その心身を用いて、私たちはいろいろな体験をします。体験とともに、いろいろな執着が生じます。その執着を解消した上で、心身を全体生命活動のために使うとなると、これは、体と心にこびりついている自分意識とそれに基づく執着を完璧に拭い去らなければいけないわけです。その執着が完璧に拭い去られた状態を清らかな魂だとしますと、その魂の発現のために体も心も未知の備わりもの、修行の道の備わりものであり、修行を完成した後も、生命活動をする道の備わりものなんですね。それで、体は心の道具、心は魂の道具。魂、清らかな魂。完全に無垢な魂となった上でも、心は魂の大切な道具ですし、体は心の大切な道具なんですね。しかし、体というものは、だんだん年とともにガタガタになってきます。例えば、手足の関節が痛いとか、あるいは怪我をして肉体の一部がなくなってしまったとか、あるいは動かなくなってしまったとか、5つの感覚器官に関しても、例えば視力は弱まるし、耳も遠くなるとか、いろいろな嗅覚上の障害なども出てくるでしょう。また、髪も薄くなり、歯も欠けてきますし、皮膚にはいろいろなシミ、なども増えてきますね。体とはそのような性質を持ったものですから、肉体の衰えに執着してもいけないわけです。その都市に応じた働き、またその都市の年齢の仕事の内容に応じた働きをしてもらえばいいわけですから、どうしても必要なことのためには、ある程度体を動くように調整、あるいは鍛錬しておかなければいけませんが、
分相応の働き、異常のことを求めて、肉体をなんとか美しく、たくましく、と執着して、体の鍛錬、あるいは肉体の美容、なんかにばっかし執着したのでは、それは清らかな魂の道具とはならないし、魂の大切な道具である心が濁ってしまうわけですね。体はもちろん大切にしなければいけませんが、体に重点を置きすぎて、心にいっぱいの執着を溜め込んではいけないわけですね。そういう意味で、体、心、ともに大切に、清潔に保たなければいけないけれども、本末転倒になって、体のために心に執着を溜め込んではいけない、ということは決して忘れてはいけないことだと思います。